佐藤隆太43が23日 TBSKA スタジオに出演。意外な交友関係を明かした。3児の父でもある佐藤は、互いの子供を連れて遊ぶ家族ぐるみの中の芸能人として、笑いコンビクールポコのやっちまったなぁ担当、小野まじめ45の名を挙げた。小野さんとは学生時代から好きだったバンドのライブ会場で初めて会って、その後行くたびに必ず会うんですよと知り合ったきっかけを明かした。さらに家も近かったそうで、じゃあ一緒に帰りましょうってなって、近所でお互い子供もいるし、今度一緒に遊びましょうかってなって。だから知り合う前に、仕事でご一緒したことはないんですよ、と完全にプライベートでの偶然な出会いであったそうだ。クールポコの小野、真面目、右。左はせんちゃんすべての写真を見る、2枚そのため、小野の餅つき姿を見たことがなく。小野の自宅で行われた餅つき大会に招待された時は、いよいよ見れるかなと心を躍らせた。しかし、そしたら餅つききつかってて、嘘つけって思いましたと、まさのエピソードも暴露した。また、仕事以外であったから、ここまで距離が縮まったというかと二人の仲を分析。地元の信頼できる兄貴という感じで、お付き合いさせてもらっていると信頼を口にした。